皆さんおはようございます。またにゃこです。朝の応援団、この子どっから来たんだろう。見えてますかね。うちのにゃこさんはですね、森顧問のところに行ってもう帰ってきません。ちょっと煮干しでも与えてみますか。逃げるかな。おい、にゃ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 、およ、お、食べに来た。食べてますね。お腹減ってんかな。この子ももしかしてね、もう拾わないでくださいって言われてるんですよね。おいしょ。少し秋風ですね。首輪もしてないから野良かな。今日10時からですね、徳永先生と。やっぱり警戒してる感じですね。にゃにゃ、草を買ったんでだいぶ綺麗になりました。庭もやっぱりね、怪我とかするとこんなになっちゃうんです。で、井上先生に教えていただいたあの草のシートですね、芝の上にやるかって言ったら芝が全部枯れるからそれはダメですと言われました。よいしょ。おい、なんといいコントロール。ピッチャーでしたからね。目が冷たいですもんね、こっち見る目がね。にゃこも最初はあんな目してましたもん。ああ、冷蔵庫が閉まってない、ピーピー言ってる。まだいっぱい散らばってますからね。僕の味噌汁用のあれなんですよ。じゃあ皆さん、良い日曜日を。もうじきやります。9時半から先生入ってくるらしくて。首輪してませんよ。うちいろんな動物来るよね。
猫ってあんなにいっぱいあるのに見えないのかな。見えてますよね。まあでは、ごきげんよう。すげえ、合計視聴者数342人。やっぱりね、動物皆さん好きですね。じゃあ失礼します。準備しないと。よいしょ、完了。じゃあ